久保さん、今回斎藤ひとりさんにしましょうか。これね、結構ね、奥が深いですね。やっぱひとりさん。人間関係は、人間関係は、相手に期待しない、相手を変えようとしないの修行であると。これ結構深いですね。人間関係とは、相手に期待しない、相手を変えようとしない、その修行であると。そう。 まあ僕はビジネスやってるんで、まあ教えるっていうことをやってるので、相手が変わらないと、相手の行動だとか、相手の結果が変わらないと、あのね、速果塾に入っても何も収入変わりませんでしたと。行動も何も変わりません。考え方も変わりませんってなると、即、ま、果、あ、塾売れないじゃないですか。<laughs> 入っても何も変化しないっていうことだったら、入る、あれがないですよね。なんでビジネスやってると、 まあ、こう、行動してもらわないといけないし、相手の考え方も変えていかないと、難しいんですよね。でも、その人間関係と捉えると、なるほどね、みたいなね。僕はビジネスの関係なんで、人間関係というかビジネスの関係ですから、例えば、ライズアップに入ってもね、痩せない。そのライズアップは意味あるのか、みたいな 別にうちのサービスライズアップに入っても痩せないですよみたいなね <laughs> まあそういう意味ではないとは思いますけどこれでも深いですねだから要は多分まあこれを展開すると何だろうな逆,逆を言うと人間関係になぜ苦しむのかってところですねなぜ多くの人は人間関係に苦しんでいるのかそれは相手に期待したりとかして相手をその変えようと変え相手が変わったらいいな でも変わらないそこに対してこのなんか感情が出るんでしょうねなか僕もそのなんだあのお金を貸して戻ってこなかったとでそれはお金を貸したことによってお金が返ってくるという期待を持っていたっていうことですよねだからお金を持っていたという期待に対して裏切られたから人間関係が崩れたってことですよねうんそう逆を言うとお金を貸してももうあげたと まあ帰ってこないってい帰ってこないこと、帰ってくるということを期待せず、別に帰ってこねえだろうなと思っていれば、あげたんだよと思っていれば、その人間関係は崩れていなかったかもしれないし、これはね、非常に深いなと思いますね。人間関係は相手に期待しない、相手を変えようとしないと。うん。その修行であると。まさにそうかもしれないですね。うん。いってらっしゃい。